川崎市では多摩川の河川敷を開放する第一次計画として昭和41年度から公園の整備を進めていましたが、このほどほぼ完了しました。広々とした河川敷には軟式野球場が7カ所、サッカー場と陸上競技場、その他バレーボールコート、子どもの遊び場、また自転車練習場を含む運動広場が6カ所など、いろいろなスポーツ施設が揃っています。お天気の良い日には若者たちや家族連れが憩いを求めて大勢繰り出し、河川敷は賑やかです。丸子橋下にある児童公園は正しい交通知識を楽しみながら覚えられ、なかなか好評です。これからは公園を利用する機会が増えますが、公園はみんなのものです。お互いに迷惑がかからないようにしたいものです。